ちゃんと力は戻ってるみたいだな。ええ、なんとか乗り越えられたわね。よし、宴だ。ルフィの周りにはいつも仲間がいるのね。私には仲間なんていないから羨ましく感じるわ。なんだ、アディオは違うのか。え、アディオはお前の仲間だろ。仲間、アディオが、わからないけど、もしそうなら嬉しい。イム、少し顔色が悪いみたいね。大丈夫？ええ。ごめんなさい。私は疲れたから休むわ。いよいよだぜ、リム。残るは炎の巨像のみだ。奴は一つの場所にとどまらず、侵入者の行動に応じて動き回る。俺たちは今どうすることもできないが、奴とは間もなく相まみえるだろう。俺のコテコテの準備も整っている。ワフルドの嵐を解き払うのも時間の問題だ。アディオ、その炎の巨像だけど、戦わずに倒せないかしら。なぜだ。あの巨像たちは学習能力を持っているの。ルフィたちと一度戦った以上、より強くなっているはずだわ。ルフィたちが心配か。ルフィは私のことを友達って言ってくれたの。だから安心しろ、リム。俺もルフィたちは大事だ。あんなに気持ちのいい奴らはそうはいないからな。本当？ああ、巨像との戦いで傷つけるつもりもない。勝てないと思えば逃げるだけさ。ええ。友達か。朝飯作ってくれ、サンジ。ありゃ、サンジがいねえ。サンジならフランキーと一緒にアディオの小屋に行ったぞ。よし、呼びに行くぞ。アディオの小屋だな。どうしたんだ、フランキー。いや、コーラを作る材料を探してたら。なんだそのキノコ。でもあんまりうまそうじゃねえな。毒はねえが確かにうまくもねえ。そういやサンジはどこ行った。飯作ってもらおうと思ったのに。このキノコを見た途端飛び出して行っちまった。採取した場所を聞いてたから。よくわかんねえが面白そうだ。ん？あの洞窟どこにあるんだっけ。忘れたんなら、アディオに聞きゃいいんじゃねえか。すぐそこにいるんだしよ。
ここ通るの何度目かな。何言ってんだ、初めてだろうが。あんたって、はあ、言うだけ無駄よね。にしてもフランキーたちが見つけたキノコ、薬の材料になったりしねえかな。チョッパーは研究熱心ね。おい、サンジ！返事がねえ。ってことは、もう洞窟の中に入ってるみてえだな。いた！サンジ君よ！来たのか。もう少しこいつを集めたら戻るつもりだったんだ。食材集めなら俺たちも手伝うぞ。いや、こいつは食材じゃねえんだ。こいつはあわあわキノコ。こいつは味はいまいちだが。そうか、そいつでコーラを作るんだな。うまくいくかは分からねえけどな。それならみんなでその泡のやつを探そう。でも、コーラなんか作ってどうすんだ？みんなで飲むのか？なんでよ。海の底に沈んでるブルックの体を回収しに行くためでしょうが。ああ、コーラがねえとダークサブマージ3号も動かせねえからな。必要なのはあと3つだ。入り口付近にはもうねえから奥へ進むぞ。私だってやるときはやるんだから。竜巻！舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。ウザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。いけるか？この行くぞ！じゃ体育そっちか。足手まといには行くぞ。よし、行くか。一刀流よし。ヒッソンソン。ミラージュテンポ、またモルガナ。いけるか？くらえ。あれれ、敵の数が増えてねえか。まずいわね、こいつ強いわ。
サンダーボルテンポどうだ俺の出番か行くぞ竜巻よし行くぞゾロよっしゃ私少し、ま、ワクワクしてきたぞ。サンダーランステンポ。いけるか。ゴムゴムのガトリング。俺の方はいつでもいいぞ。そこどけ。手に取っ、うん、俺の番待ってろてなこの野郎おいお前まだになってねえのちょっとやばい言ってなどうだ聞かねえな次はこいつだゴムゴムのガンよし。はっ。ほいっと。そういえば、最初にここに来た時に比べると、俺たちだいぶ力を取り戻したよな。ああ。だが、まだこんなもんじゃねえ。そうか？てめえはそんなもんだろう。これでコーラを作れる。あとはこいつを詰める樽だな。樽ならアディオの小屋で見たぞ。貸してもらおう。そうか。じゃあ小屋に戻ろう。なんか言ったかヘボコック。
っとっと。あら、何かあるわね。よし、仕込みは終わった。これで。待たせたな、ブルック。よっ、嬉しいですね。待ち焦がれましたよ。コーラができるのは夜明けになる。少し。じゃあ、夜が明けるまでに準備を済ませておきましょう。そうですか。では、私待ってますので、準備ができたら声をかけてくださいね。ブルック、なんだか私の体浮き上がった気がしまして。え、そうなのか。元から浮いてるじゃねえか。いえ、本体の方なんです。え、本体が浮いてきてるの。場所はわかるの、ブルック。こっちの方角ですね。海岸の方ね。皆さん、海岸までお付き合いいただけますか。よし、海岸に行こう。いやー、皆さんご迷惑をおかけします。今の私にできるのは感謝の気持ちを歌にすることしかありません。よっ、それでは早速。今はいい。
しかして海岸に流れ着いてんじゃねえか。海底の岩場で削れてなければいいんだけど。怖えこと言うなよ。お前ら警戒はしとけよ。なんだよゾロ、ひょっとして海岸に何かいるのか。さあな。だがこの島だ、何が起こるかわからねえ。ハッテさん、この辺りだと思いますが。これはなんだ、サニーの周りが氷だらけじゃねえか。よほほほほ、皆さん見てください、あそこにあるのは私の体です。これで一気に復活できます。で、私結局骸骨のままなんですけど。よかったわねブルック。でもこの氷どこから来たのかしら。砂塵の遺構で風の巨像を倒した後、いくつかの竜巻が発生し消えるのを見た。雷鳴の遺構でイカズチの巨像を倒した時はしばらく落雷が止まらなかった。俺が思うに、巨像を倒すことで遺構に溜め込まれていた力が解放されてしまうんだろう。この氷も同じだ、氷塊の遺構で巨像を倒した影響だろうな。危険かもしれねえから触るんじゃないぜ。あ、話を聞きやがれ。え、なに、あ、私の体、なん、私の氷漬けの体飲み込まれてしまいました。気をつけろ、来るぞ。ぶっ飛ばしてやる。俺は諦めねえぞ。しょうがない、やりますか。ミラージュ準備 OK だ。邪魔だ、今がチャンスだ。これで元気になるぞ。ありがとうチョッパ。いけるか、この切り替えがあり、刀のためにしてやる。なんで私なのよ。ミラージュ行ってなんかいねえぞ。よし、俺様に任せる。こいつたちの力だよ。ミラージュ行けるか。俺は海賊王に。今週の俺はブルックの体返せよ。おいルフィ、ブルックがいねえぞ。本当だ、このやつどこに行った。あ、この野郎いきなり降ってきやがった。どうするのルフィ、私たちまだ全ての力を取り戻やるぞ。あの炎のやつを倒してブルックを探すんだ。ぶっ飛ばしてやる。
準備 OK だ。そっちか、そこをどけ。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわい。ミラージュ行くぞ。俺についてこい。俺の番だな。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。クソ、こいつ火力が桁違いだ。しかもやたらと硬いぞ。よほほほほほ、私も一緒に戦いますよ。ブルック、元に戻れたのか。はい、お待たせしました。私ブルック、体を取り戻してここに。よし、これで全員揃った。よかったなブルック。よほほほほほ、やっと皆さんのお役に立てる時が来ました。皆さんと一緒に冒険ができず、私とても寂しかったですよ。凍える剣、コツとご覧あれ。ソウルソリッド。ぶっ飛ばしてやる。これで元気になるぞ。よほほほほ、助かりますチョッパーさん。俺たちの力見せてやろうぜ。しょうがない、やりますか。ミラージュ。待ってろ、今行く。そこだ。怖くなんてねえぞ。大丈夫、これでみんな直せる。よほほほほ、助っ。ミラージュ。燃えてしまいます。ニューワー。ちょっとやばいかもな。いけるか。待ってろ、今行く。邪魔だ。俺ダメだ、熱いの苦手だ。大丈夫、これでみんな直せる。うわっ。よほほほほ。おう、舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。ミラージュ。まだ戦えます。いきますよ。ちょっとやばいかもな。最新身はないんですか。待ってろ、今行く。俺ダメだ、熱いの苦手だ。大丈夫、これでみんな直せる。
ミラージュ。行けるか。待ってろ、今行く。邪魔だ。俺ダメだ、熱いの苦手だ。これで元気になるぞ。いてて。ミラージュ。俺が。待ってろ、今行く。いや、俺ダメだ、熱いの苦手だ。これで元気になるぞ。うわっ、まずいわね、こいつ強いわ。ミラージュ。待ってろ、今行く。これで初めて戦った時のリベンジを果たす。なんだ？あの時はアディオに助けられたが、今回は俺たちの勝ちだ。力を取り戻せたみたい。勝ったか。大した奴らだ。ああ、これで最後だな。早速リムのところに行こう。そいつはお前たちに任せるぜ。俺はちょっと用事があってな。そうか、わかった。行くぞお前ら。実際よくやってくれたぜ。霊代わりになるかどうか、お前たちの目標は俺が自らの手で立ててやろう。ポロポロポロちゃん、そろそろかけてくる頃合いだと思っていたぜ、スモーカー。その電電虫、お前がくすねてやがったか。ははは、いろいろ便利なんでな。で、何の用だ。ワフルドからの危険信号を本部が受信した。アディオ、お前の仕業だな。行動が早い船はワフルドへ向けてもう動き始めているぞ。構わねえさ、できるだけ多くの軍艦を集めたいからな。一度にたくさん呼べる方が手間が少なくていい。お前まさか神の息吹を。ああ、結界は解けた。神の息吹を手に入れるのも時間の問題だ。バカ野郎、そいつが軍に知れたらバスターコールの標的になるぞ。てめえ、本当に犯罪者になり下がるつもりか。ははは、今更かよ。世界政府の作った法に照らせば、俺はすでに凶悪なテロリストのはずだぜ。数百年もの間、言われのない罪を背負い迫害にも苦しめられた一族だ。お前が世界政府に恨みを抱くのも理解できないわけじゃねえ。だが神の息吹を持ってなせるのは破壊しかねえ。そんなことをしてもお前たち一族の汚名は注げねえだろうが。お前たちか。アディオ、お前と話しても埒が明かねえ。いつも一緒にいたポロロッカとかいう相棒はどうした。あいつはお前ほど石頭じゃなかったはずだ。さあな。おい、どういうことだアディオ、ポロロッカはいねえのか。いいかスモーカー、しばらくワフルドには近づくな。お前のために言ってんだぜ。神の息吹の封印が解けた。
蓋が開いてしまったか。つぎ込めるだけの軍艦を派遣しろ。世界に知られる前にあの異物を消し去るのだ。ルフィたちが全ての力を取り戻したらこの冒険も終わる。そうしたら私本当のことを話して、ルフィいくらアディオンのためでもみんなを、ルフィをもう一度あんな辛い目に遭わせてしまった。ルフィは私のことを友達って呼んでくれた。もうこれ以上みんなに嘘はつけないの。そう。でもあなたは友達を失うのが怖いのね。うん。でもたとえそれで嫌われてしまっても本当のことを言わなきゃ。このまま嘘をつき続けるのはもっと嫌なの。これでみんな揃った。あとは最後のメモリアへの冒険だけね。よっ、やっと私も皆さんと共に冒険に行けるのですね。でもリムの体力がちゃんと回復してからだぞ。疲れてるようだったら今日はダメだからな。わかった。とにかくアディオの家に戻ろう。あ、見てください、リムさんあちらにいますよ。おお、見た感じ元気そうじゃねえか。ドレスローザ素敵な名前ね。まあそこも大変な国なんだけどな。準備 OK よ、いつでも行けるわ。よし行くぞお前ら。リム、海原を埋め尽くす大円か。天空から見下ろせばさぞ絶景だろうぜ。さあ始めようか。最後の仲間が合流し、ついに揃った麦わらの一味。炎の巨像も退け、奪われたすべてのキューブを取り返した。最後に挑むは、動乱の国。凶悪な七部会が彼らを翻弄する。自称、騒乱の王国。ドレスローザの戦い。俺はずっとあんたに礼が言いたかった。ありがとう。